ウクライナ軍の将官が2013年9月23日に実施されたアメリカの CNN テレビのインタビューに対して、南部ザポリージャ州のベルベイブ近郊において、ウクライナ軍部隊がロシア軍の防衛線を突破して前進を続けているとした上で、これが南部戦線において大きな突破口になるとの見方を示したよ。またアメリカのシンクタンク戦闘研究所においても21日に発表した戦況分析において、ウクライナ軍がザポリージャ州のロボーテネからその東のベルベイブにかけての戦線で、ロシア軍の防衛線を突破している可能性が高いと指摘していて、歩兵部隊の一部がすでに2週間から3週間間前には防衛線を越えていて、ここに来て戦車などの戦闘車両も防衛線を越えることが可能となっているとしていたな。さて今回はそんなウクライナ軍がベルベイブ近郊でロシア軍の防衛線を突破した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。CNN のニュースについては読売新聞が報じていて、その中でザポリージャの戦線においてロシア軍が築いた第三防衛線を突破して前進を続けていると伝えているんだけど、ベルベイブ周辺にロシア軍が構築しているのは、ザポリージャ州の交通の要衝であるトクマク防衛のための30の防衛線のうちの第二防衛線であり、さらに南のトクマクの周辺に構築されているのが第三防衛線で、ウクライナ軍はまだ第三防衛線は越えていないとの指摘があるよ。おそらく CNN が、ウクライナ軍の将官が3つの防衛線のうちの5つを超えたと語ったものを勘違いしたか、読売新聞による翻訳ミスではないかと見られているね。ただ、いずれにしてもザポリージャ州の戦線ではロボーテネ奪還後にその南にあるノボプロコピフカ方面と、西側のベルベイブ方面でウクライナ軍が前進していて、それぞれの集落にまで到達していることは間違いなく、ロシア軍の第二防衛線がすでに突破されているか、あるいは突破されるのが時間の問題との見方が広がっているな。インターネットや SNS に出回っている動画の中に、ロシア空挺軍の第56新鋭空中襲撃連隊が二重化に投降したものが複数あって拡散されているが、その映像にはウクライナ軍が西側諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車や、アメリカ製のストライカー装甲車が映っていて、それらの装甲車両がロシア軍の防御線の塹壕を越えてベルベイブの東へ前進している様子がわかるぜ。これらのマルダー歩兵戦闘車やストライカー装甲車は、ウクライナ空中機動軍空挺軍の、第82独立空中強襲旅団兵員2000人に配備されたものであることは間違いないと見られているんだ。動画の中には、ロシア軍側からウクライナ軍の装甲戦闘車の車列に砲撃が加えられているものもあり、そのストライカーのうちの1両は損傷したか撃破されるなどしているが、それでも第82独立空中強襲旅団のマルダーやストライカーをはじめ、その後ろに続く装甲車などの車列は前進を続けていたよ。しかしながらこの戦線の戦況は流動的で、ウクライナ軍がロシア軍の防衛線にどれだけの突破口を開き、どれほど前進しているかについては正確な情報が乏しいが、ロシア軍はこの方面に東部戦線に予備戦力として睨みを利かせていた空挺軍の第76新鋭空挺師団を投入していたな。そのロシア軍の中でも精鋭とされていた第76新鋭空挺師団が、ウクライナ軍において西側諸国の戦車や歩兵戦闘車などの戦闘車両が配備された。第46独立空中強襲旅団と第82独立空中強襲旅団、および陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団の前進を止められていないことは明白だぜ。このウクライナ軍の第9軍団は先月ロボーテネを奪還して解放した後、前進を一時中断して各部隊の補充と再編成を実施しており、このタイミングでロシア軍が第76新鋭空挺師団を投入したため、一部のメディアや軍事専門家がウクライナ軍が盛況な第76新鋭空挺師団に苦戦していると伝えていたが、再び第9軍団が前進を開始したことでその認識が誤っていたことが証明されたとの見方が出ているね。ウクライナ軍はこのザポリージャ州での戦線において、マルダー歩兵戦闘車とストライカー装甲車を先頭に押し立てて、その後方から射程の長いイギリス製の主力戦車チャレンジャーにやドイツ製の、Z
レオパルト2の戦車型によって火力支援を行う戦術を取るようになっていることが指摘されているんだ。これまでのウクライナ軍は、現在ドネツク州南部でアゾフ海沿岸のマリウポリ奪還を目指して前進を続けている4個海兵旅団のように、装甲兵員輸送車と機動力の高い T-80 などの戦車を組み合わせて進行させる昔ながらの機構戦術をとっていたよね。しかし、そのような機構戦術は戦線の航空優勢を確保している状況下で空からの空爆支援があって初めて機能するものであり、そもそも航空戦力が圧倒的にロシア空軍に劣っていたウクライナ空軍が航空優勢を確保することは困難であり、アメリカがようやく提供を承認した F-16 ファイティングファルコンが、ウクライナ人パイロットの操縦訓練を終えて配備されるのは今年の秋以降になると見られているよ。今のザポリージャ州で見られるウクライナ軍の戦術は、その空からの支援の代わりに西側の主力戦車をやや後方に置いて火力支援として運用し、さらには高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから発射可能な GPS 誘導の長射程ロケット弾も地上部隊を支援する火力として運用しているぜ。本来であれば航空優勢を楽に確保できるだけの航空戦力を保有しているロシア軍は、ウクライナの反転攻勢に対して徹底的に空爆を実施すれば、想定より遅いとされながらもウクライナ軍が前進している状況を一変させることができるのであるが、なぜかロシア軍はウクライナ侵略には航空戦力の投入を躊躇しているってわけだ。ロシア軍は侵略を開始した当初、ウクライナ軍の防空システムの破壊が不十分であったことから、空挺部隊を搭乗させた輸送機ごと撃墜されるなどの失態を犯し、戦闘機やヘリコプターなどにも多大な損害を出したことがトラウマとなっているのか、ウクライナ上空に航空機を飛行させることを躊躇させているというよ。また、ウクライナに西側諸国から地対空ミサイルによる防空システムが供与されているためにロシア軍が躊躇しているとする声もあるけど、ウクライナは供与された地対空ミサイシステムをロシア軍の巡航ミサイルなどによる無差別攻撃から、首都キーウをはじめ各主要都市を守るために配備していて、地上部隊の防空には運用されていないと見られているみたい。そのためにロシア空軍機を投入することにさほどの危険はないと見られているのだが、なぜかウクライナ軍の反転攻勢を阻止する対策としては、塹壕というの派と呼ばれる対戦車障害物などで構築された防衛線を用意しただけで、結果的にウクライナ軍の進撃を許してしまっているわけだ。それだけでなく、従来の戦術論においては守備が固められた攻略目標を攻撃する側の軍隊は、守備軍の3倍の兵力や装備が必要とされていて、それも航空戦力による支援があってのこととされているぜ。そのためにウクライナ軍はこの空からの援護がない反転攻勢において、守備側の3倍程度の損害では済まない可能性を指摘する声が多く出ていたな。しかし、6月初旬に反転攻勢が始まってからここまでのところでは、ウクライナ軍は攻撃側であるにもかかわらず、人員や兵器の損耗を守備側のロシア軍よりも少なくとどめていると見られているよ。ロシア軍がこの先も航空戦力を展開せずにウクライナ軍の前進を許すのか、あるいは空爆によって一気に戦局を変えようとするかはわからないけど、ウクライナ軍はザポリージャ方面の援護に使用可能なクリミア半島のロシア軍航空基地に攻撃を加えているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。